はい、えー、カバージブロカッパ園長です。じゃ、今度はね、この岸田総裁、えー、岸田新,岸田新総裁に対して、まあ、この自民党以外の、まあ、野党だったり、えー、野党だったり、野党だったり,ったり、 まあなんかいろんな人がいろんなところでいろんなこの発言をしていくんで、それをこう順番に見ていくんですけども、例えばこの野党4党、ね、岸田新総裁のこの総理就任をもう認めない方針を表明してね、首相指名選挙をね、なんかこう阻止するみたいな、そんな話を始めちゃったりとか、初日に内閣不信任もあり得るっていう、そういう牽制をしてきたりとかね、どうしようもねえな、完全にもうバッチ外して国会議員、もうやめてもらわないといけないよね、こんなレベルじゃあね。うん。 とか、あと、この、今度は維新ですかね。この菅首相退陣で、この野党がね、この自民党中枢とのパイプを失ってしまってね、この維新の会が警戒感をあらわにしているっていう、そういう話うん。れ、まあ、あの、自民党のこの大阪フレンとね、この維新の会ってバチバチだったじゃないですか。え、だからまあ、なんていうのかな。 その安倍さんと菅さんと、まあ、日本維新の会はあ、まあまあ、良好な関係を築く一方この維新とこの対立する自民党大阪府連は、まあ、政権からは冷遇されてきたんですけどこれが逆転する格好になるんですよね岸田政権の誕生でねで維新はこの岸田政権岸田総裁の誕生で、えー、政権中枢とのパイプが断たれることになるとで、えー、逆にこの自民党の,この大阪府連は安堵感が広がっていると。 まあ、そういうことで、なんか、維新の人たちがわちゃわちゃと、ね。まあ、この後、ね、えっ、ー、と、なんか、あ誰でしたっけえっと、忘れちゃった。あ,あ、えっ、ー、と、なんだっけ松井さんか。ね。松井代表だったりとか、あと、大阪府知事の、えっ、ー、と、吉村さんの話だったりとか、まあ、なんか、そんな話は後で見ていくんですけども、まあ、そんな状況だったりとか、あと、立憲かな。あ、立憲のこの幹部、 えー、枝さんか。が、この岸田新総裁をまあ論評してね、この野党が帰ってやりやすくなったと。<laughs> ラッキーみたいな。<laughs> まあ、それは高市さんに比べたらね、えー、確かにやりやすいのかもしれないですけどもね。 あと、さっき言った吉村知事かな。えー、吉村知事がまずこの岸田さんのやり方で日本が成長するとは思えないと。まあ、そんな発言をされたそうで、まあ、これからスタートなのにこのタイミングでそれを言っちゃうのはどうなんでしょうね。えー、とりあえず見ていきましょうかね。えー、吉村大阪府知事が、大阪府の吉村知事が29日、大阪府庁で報道陣の取材に応じて、自民党の岸田文雄新総裁誕生について、国政政党、日本維新の会副代表の立場 岸田さんのやり方で日本が成長するとは思いません政策的な対立軸は明確になったと徹底抗戦の構えを示したとまあいわゆる河野さんに近い人たちですからね維新の会って要はリベラル側でしょ。うん でえー、新総裁誕生を受け、吉村知事はコロナの感染対策と、えー、社会経済を両立させる重要な時期だと思うので、ぜひ強いリーダーシップで引っ張っていってもらいたいとエール、えー、岸田氏の人物像についても、えー、吉村知事の母が広島出身という共通項もあり、えー、優しい温厚な人柄と評したが、えー、政策の話では厳しい言葉を続けたと、あその辺はちゃんと分けて、えー、発言されてたんですね。 西岸田政権をもう最初からボロッカスかと思ったらそういうことではなかったんですね、維新は安倍晋三前首相、菅首相と強いパイプを持っていて、吉村知事は僕はアベノミクス自身、方向性は正しいと思っている、できなかったのは3本目の矢、規制改革。 規制緩和しながら民間の力を最大限活用することが成長につながるがある意味国がコントロールするんだみたいな発想は僕は違うと思っていると新自由主義路線の見直しを看板に掲げた岸田新総裁に、えー、姿勢を疑問し、えー、不正トップとしても、えー、国中央が全てやればいいというような発想は違うと否定的だった総裁選の結末については自民党の派閥政治の力は本当に強いなと改めて思った党員の投票とは逆の 方方、向で決ままるるとと感想を述べる一方自民党と正面かからぶつかっていきます。維新は弱小政党ですが次の総裁選に向けて準備していく政策的な対立軸は明確になった維新の会はどちらかというとセーフティーネットをしっかり作っていこうというのが基本的な考え方機会を平等にしてチャレンジできる社会を目指していくべきと意欲を示していたそうです。 まあ、新自由主義の維新よりは僕はマシだと思ってますけどもね。うん なんかわかんないです、えー、この人をこう支持している人たちもたくさんいらっしゃるじゃないですか、僕、ね、もうあ,あれですよ、決してこの吉村知事のす、ね、べてをなんか否定的に捉えているわけじゃないですけども、もまあこれに関してはね申し訳ないですけど、この新自由主義とやらでねやっぱりこの喪失したこの中産階級層、これはやっぱり分厚くするべきだと思うんですよ、だからデフレ脱却の概念としては、至極まっとうだと思うんですよね、この岸田政権の考え方としてはね。 と思うんですよ、ね、イソジンパイセンとだけ一応言っとこうかな。 まあだからあれですよね、えー、一応ですね、誤解のないようにお願いしたいんですけど、この吉村さんの見方にこの正しいところも僕はあると思いますよ。うん。なんでか、自民党ってほら、昔からこの総裁を順番に回していくみたいな習性があったりするじゃないですか。うん。だからまあ、そう考えるこの岸田さんもね、そこまで、まあ、だから高市さんの時に、このね、すぐ出番が回ってくるんじゃないのかなって言ったのは、それほど長期政権ではない。 そういう,ふうに見てる人結構たくさんいらっしゃるじゃないですかね。うん。ただまあそのさっきなんかねこの。 えー、維新がね、ね、えーまあ、パイプがあるとかないとか、でそれが切れてなんとかって、別にこの吉村さんがこのパイプが切れてね、この悔しいから捨て台詞吐いてるようにも聞こえないんですよね。うん、なんのこっちゃって思うんですけど、このパイプに関しては。だから、このねさっきほらあの、さっきのこの記事だとね、ねこの維新がまあなんかこの岸田政権誕生で、冷、えー、や飯食わされてね、ね逆にこの自民党のこの大阪府連はってなんかこう言ってたじゃないですか、逆じゃねえかな、逆というかね、ね あの大阪自民党のだって大阪府連は岸田さんに入れてないですよね、河野さんに支持してましたよね、うん、だから大阪府連、自民党の大阪府連は干されると思いますよ、岸田政権で。うん、で、その後、えー、今度はこの松井代表ですかね、えー、岸田さんはね、何がやりたいのか見えないと。 でもここでもやっぱり言われてるのがこのね、この政府中枢とのパイプを失って危機感みたいなことを言ってんですよね。うん。本当にそんなパイプなんかあったのかな <laughs> ね。うん。だから維新とね、この自民党の大阪府連と入れ替わりでみたいな、この設定どっから来てんのかな <laughs> なんまあ違うような気がするんですけどね。うん。まあとりあえず松井代表はね、岸田さんは何がやりたいのかよくわかんないんだって。うん。 えー、今は見えないか,、えーまあなんか、記者団に対して松井さんは最後は永田町の派閥の論理で決まった、えー、与党や政府とぜぜひひで対峙するのは変わらないと淡々と受け止めたとで、その上で岸田さんが何をやりたいのか今は見えないと話して、まあ、新政権の出方を注視する考えを示したと。うん、なるほどね で、今度はなんか、あ沖縄からかなあ。あの、デニー知事。<laughs> 何か言ったのかな。まあなんか沖縄タイムズのね、えー、記事なんですけども、工事を中止し沖縄との対話をお願いしたいと。えー、まあ沖縄知事はね、岸田新総裁に基地問題や侵攻などの解決を期待してるんだって。<laughs> ね、もうことごとく政府のね、この意向に逆らって、でも金だけはよこせって言うんでしょ。うん、とんでもねえ話だよな。<laughs> で、最後は朝日の総括かな。朝日新聞が自民党新総裁、ね、岸田氏に対して国民の信を取り戻せるか、みたいな。あんまりそこまで厳しくあの噛みついていく感じじゃないのかな。 衆院選が直後に控える異例のトップ選びとなった自民党総裁選は決選投票の結果、岸田前政調会長が河野大臣を破り選出された、えー、菅首相の退陣表明前、いち早く名乗りを上げた岸田氏は政治の根幹である国民の信頼が大きく崩れ我が国の民主主義が危機に陥っているとの現状認識を示していた7年8ヶ月に及んだ安倍長期政権と 1>, 1年で行き詰まった菅政権の行き詰まったってことになっちゃってんだ朝日的にはあの負の遺産にけじめをつけ国民の信を取り戻せるかその覚悟と実行力が厳しく問われるとりあえず朝日への、ね、反日税とかねパヨク界隈とかねマスコミへの扱いは変わらないどころかより厳しくしていただきたいですよねうん えー、党再生には程遠いとかね。まあ、いろいろ続くんですけど、朝日ですからね。で、大したことは言ってないです、えー。例えば、安倍氏の影、う、えー、んあげうんまあ、安倍さんのこの、安倍さんの存在がなんかこう、見え隠れする。あ、あれか。盛りかけをまたやれって言ってんだよね。<laughs> やんねえよ。うん。で、選挙前、国会で論戦後、まあ、岸田さんの公約の柱の一つが党改革。 うん、まあ、これもなんかよくわかんないけど、この森友問題、えー、再調査云々って締めてんだよな。うん、まあ、別にこれ朝日に限った話じゃないですけど、日本のこのマスコミ各社、ね、国民の信を取り戻せって。<laughs> 朝日さんよ、自分たちのことじゃねえのか、うん、あなた方はその信とやら、いつ失ったんだっけうん まあでもあれか、あ今のこの立憲なんかを筆頭に、野党よりはまあ信頼されてると思いますけどもね、うん、あ,あれですよ、あの自民党がですよ、ねまあなんかこの負の遺産みたいなこと言ってましたけど、負の遺産っつったら、小泉政権と民主党政権のことじゃないですかね、だって安倍政権はその負の遺産の整理に忙しかっただし、ね、菅政権はだってもうコロナ対策がすべてだったんだしね、うん。 まあ、とりあえず朝日新聞なんかはそもそもあなた方がね、日本国民の誰からも信用も信頼もされてませんので、まあでも朝日新聞がもし本気でね、それをどうにかしようと取り組んだところで、まあないと思いますけど、永遠に取り戻せませんけどね。そうそう、確かイギリスだったかな、ある研究機関が発表してましたけど、まあマスコミ各社、特に朝日なんか全力でね、だんまりを決め込んでて受けますけどもね。 ま、興味ある人はちょっとググって調べてみたら色々出てくると思いますんで。一番国民の信がないね、うん、欠腹紙にもならない朝日新聞が何言ってんだって話ですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。